皆さんこんにちは、スーパースターアンディ南野です。今日もちょっと動画を一つおい、所沢タイソン、お前や。こないだ土曜日、ウラケンガバトルロイヤル、またドデキャンしたらしいな。俺だ、おとつい日曜日、今日火曜日やねんけど、おとつい日曜日は例の件で、で昨日もちょっと用事用事でバタバタで、所沢タイソン YouTube のことも、まあ、見てもなかったし、まあ、知り合いから聞いてんけど、さっき その裏剣バトの剣バトの主催者の知り合いの方には俺聞いてんけど、まあ、そもそももうちょっと行きませんとか言うのなんか言うてたらしいけど、俺言うたんやで。いや、私この俺アンディ南野が行くことで所沢タイソンをゲストとして呼んでる剣バト、裏剣バトに対してタイソンが行きませんってなってもたらあれやから、もう僕行きませんからと。だからタイソンに安心しておいでって伝えてあげてくださいねって、俺わざわざ伝えたんやで、剣バトの主催者さんに連絡取れる人にやで言うて、ちゃんと行かなあかんわ。あれやろ、ちゃんとオファーもうたんやろ、ゲストとして。それなのにドタキャンっていうのはほんまあかんと思うで。なんでやねん、なんでいけへんねん。大人としてあかんと思うやんか、なんかスケジュールがうんぬんとからしいけど、スケジュール調整できるやろ、もともと決まってる話やねんから。ほんでなんか新着の動画で大阪の人間から逃げたわけじゃないよとかなんか言うてるらしいけど、逃亡、なんか旅行しただけで逃亡って何なんだよみたいな。でも俺のこと実はあれやろ、検索して調べてんのも知ってんねんで。裏話しようか、なんか、まあそもそも現場との運営連絡やって関西の人間なんか来るんでしょ、だからやめときますよみたいな言うてたらしいやんけ。俺関係者から聞いたで。まあこれも聞いた話やから 100% の確証があるわけじゃないけど、らしいやん。ポスターまで載せてもうてんでやで、客もまあイベント側は所沢タイソン来ますよってポスター作ったりして目打って、やっぱ知名度あるやん、それは。所沢タイソンって言うたら、だからそれでお客さんまで呼んでとかしてたと思うねんけど、それとドタキャンするって普通はもう下手したら訴えられてもおかしないで。スケジュール調整なんか、その大人の世界とか仕事の世界とか友達のなんかバーベキューとかでもそれはもう許されへんことやと思うで。ほんで俺も去年やで、ヘズマリュウと試合するよってやってんけど、当日ドテキャンされてもうて、去年。これもまあいろんなネットニュースとかも出たけど、ほんまに困ったんやから俺あの時も。ポスターにヘズマリュウとか載して、でアンディ南とやるで、みたいな。で俺もそれでお客さんも、いろんなスポンサーさんも募ってやで、やってて、めちゃくちゃがっかりさせたんやから。お前ったらもうそれと一緒やと思うで。ちゃうか。俺もその、もう大人やから、裏剣バトに行って、お前何言ってやで。おい、これ喧嘩せえや、殴り合いせえよ。とか言えへんや、そんな。じゃなくて、普通に話、あ、どうも始まりするだけやと思うし、どうもって言って。だから別に、ドタキャンとか、そんなんまでせんでええやん。
主催者の人とか、まあ言うても期待したお客さんの迷惑とかちょっと考えてほしいなと思うけどな。逆に自分が主催者やったらどういう気持ちになるかとかちょっと考えてみてもいいと思うけど、俺は現地よりはその裏現場との主催者に謝罪な、ごめんねと、すいませんでしたっていうのはやっぱり改めてちゃんと、まあしてるんかもしれんけど、してないんやったらした方が俺はいいと思うで。まあでもほんま今回の件は俺はちょっとほんま許されへんところあるね。まあ俺も現場との主催者さんと同じイベンター主催者っていう立場でもあるからきっちりしてほしいと思うな。まあ大人としてドタキャンはあかんと、それだけ。まあ今日の動画はちょっと短いですが、ちょっとそのこと言いたかったんで、はい、お届けしました。では。